いいね。よろしくお願いします。今日のアウトフィットを教えてください。はい、はい、もちろん。これノースペースで、うん、昔原宿で買いました。パーカー？そう、あ、これ、そう。うん、結構面白い。これが面白い。そうです。あ、本当だ。そう、これとこれはもう毎日。これね、ジェントルモンスター。これはアクテリクス。アークだ。これはなんか、まあ、古着？うん。でもなんか坂の？なんか面白いね、うん。マフラーみたいだし、スカーフみたい。スカーフか。そうそう。へえー。で、これも古着。かわいい。これはユニクロとデニム？そう、でも JW レンダスコラボ昔。あ、JW。そう。これはマチン？かっこいい。これはあルイ・ヴィトン？ヴィトンか。これだけ高いもの？あんまり。そうですね。そういう感じ。おしゃれだね。寒いから今日。でも太陽出てるから暖かくない？そうだね。今日本当に天気がいいだし。ね。今日はなんか下北沢？そう。行ったりなんかお店？行ったり、うん、あの。カフェしたりね。そう。うん、で原宿とか、うん、もし時間あったら、ね、うん、行ってみよう。結構いいね。結構いいね。てかここおしゃれだな。そうだね。ね。こんなんできたんだ。いや新しい感じだな。ね。なんか最近、うん。最近僕パーカーばっか着てて、うん。まあ楽だからパーカー。そうだね。楽じゃん。でもなんか今日はなんだろう。ちょっとスタイリッシュにしたかった。そうだね。いやでもちょっと今日アウフィお願いします。初回今日は古着、うん、スタジャン。わあ、これ古着、うん、そう、可愛いよ、久しぶりに来たな、うん、そうだね。に韓国の遅いっていうブランド、あ、韓国のブランドで、うんうんうん、あれだね、うん、パンツがあれだ、いつもお世話になってるアワーズ、あー、ストロングの、ストロングのね、そう、お、これやばい、ロングずっと入ってんだよ、これなんかウェスタン、ウェスタン、最近流行ってるね、ね、うん、ウェスタンブーツ大好き、まあ、いつもよりちょっとスタイリッシュ、いや本当に今日かっこいい、最近バギーパンツばっか履いてるから、でもなんか最近ちょっとスキニー感じ流行ってるから、そう、そう、戻るかなって言われて、そうだね、うん、はい、今カフェ行きます、カフェ行こう、うん、はい、お願いします。ザ・モスクコーヒー、うん、うわ、何にしようかな、なんかいろいろなのがありますよ、うん、何にする、いやなんかウィズキーもあるだって、ウィズキーのコーヒー、でもお酒は飲まないから、私は、うん、あのベージックで、うん、温かいのラジオサイズ、うんうん、なんか久しぶり？シミキタザワ？割と、あんま最近来てなかったから、シミキタザワ、でもなんかここ場所、ちょっと新しい感じだから、ね、ちょっと中身を思った、確かにおしゃれ、そう、すごいね、昔もっと汚い町だったあ、そう、下北は、下北沢でもさ、フフリが切れちゃうのすごい、普通にすごい、でも私たちが最後に行く時間ですって、そうそう、もっと高いのだと、これでも一番グローブ、あ、そうそうそうだ、そうだ、あれじゃん、なんかトラゴロスライダーですけど、あ、そうそう、なんか見ないからさ、何頼んだ、これシナモン、あー、うん、でもこのコフも綺麗ね、可愛い、近いから、駅から、よかったね、ここ雰囲気結構いいね、めっちゃうまかったわ、本当に美味しかったです、ね、本当にここおすすめ、うん、いいね、超おすすめ、どこ行くか、ビンテージショップとか、あ、行ってみよう、すごいね、天気が良すぎる、最近、うん、日
昨日も晴れてたし。そうだね。青空。やっぱり足長いからかな。スタイがいいよ、モデルだから本当に。例えばなんか1ヶ月、うん、どのぐらいショッピングやってますか自分で。いや俺最近マジで買ってないんだよな。本当に買ってなくて。うん、ちょっと待ってる。うん、最近はそう、最近何も買ってないんだよ。そうだね、本当に買ってない。でもなんか最近気になるブレンド？気になるブランド。そう、なんかある？ありがとうございました。でもやっぱ日本のブランドで最近かっこいいなってやっぱ思うのは。おー。MSU？ MSU とか。まあそう、韓国ではめっちゃ人気よ今 MSU。そうだよね。そう。あと、サグクラブ？ああそうだね。サグクラブかっこいいよね。フューチャー。ああそう前に言ったね。そう、俺もニット帽とサングラス買ったんだけど。いや、サングラスそこやばいよ。安い、ね、値段もなんかいいけど、コスパ？コスパいい。でもなんか、そうそう。いや、だってあのビーニー、そう。4800円ぐらい。サングラスも4800円。いや、めっちゃいいね。私は何かいいものあったら買う？ああ、そうだね。安いだけど、いいかな、うんうんうん、いいものは買う、うんうんうん、あんまり高いものは正直まあ余裕があったらね買うけど、そ う、ね、そう自分が好きなものとか安いもの関係ないし、そう高いブレンドとか、ここのうんハンバーガー屋さん美味しいんです、美味しいよ、ね、食べたことある前？前行ったことある、多分人気だよ、あ、ここ？そう、この隣の。ああ、ここね。こう、言ってみる。私初めて。食べてみて。安い。似合うね。てか、こんな帽子持ってなかったっけ？ああ、あるあるある。だよ。あ、でも安いね。いくら？ 2600円。おぉ、かわいい。いいね。ロシアの人も。うん。可愛くない？いいじゃん。行ってみよう。うん。超でかいけど。そう。めっちゃいいじゃん。かっこいい。ちょっとオーバーサイズだけどいいね。ね。うん。ああ。めっちゃかっこいい。いくらですか？1万800円。あ、本当？あ、それいいね。それがもかっこいいね。このディテールが、お、ごめん。これ編集。そう。あ、これいいね。これやばいね。そこを見てよかった、ね、本当に、本当に欲しいものあったら俺もそうそう人の俺でこれ本当に買いたい、ね、そう初めていいでしょ、うんうん、自分が好きなものこの後オーディション行かなきゃいけないんだ。そうだね。3時3時からそう人が多いね今日。やっぱり土曜日だからね。土曜日だし晴れてるし。そうだね。ねでもやっぱり家ずっといるのより外出た方がちょっと、いや気持ちいいよ。私も分かる分かる。気持ちいい。そう心も体もしてるから編集するとき家でやってるじゃん。うん、私も。いや本当になんかあれだね新しい建物行ってます。すごいね。なんかあの最近ピックアップとか、うん、TikTok やばいね。うん高田さん、行けた。いやいや、それもあるし、高田さんのコミュニケーションとか、やっぱりも、いや、でもモデルだから、やっぱり、それもあるし、でもすごいよ。そう、そんなに。俺もびっくりした。うん。あんな3、4ヶ月であんなに。そうだね。あの、見られると思わない。すごい、なんか自分で全部やるから、結構得意ね。高田さん
今 YouTube も自分で全部やってるじゃん。自分でやってるから。穴も入れてる。僕食ったよ。黒胡椒が入ってる。こっちの味がおすすめです。あ、本当ですか。でマックいいね。マック大好きなんだよ。そう。朝ごはんあんまり食べないね。高藤さんも。朝あんま食べない。そう。いつも夜にめっちゃ食べてる。うんうんうん。そうだね、私も。夜まで我慢じゃないけど。うん。昼間はコーヒー。うんうんうん。あ、そう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 。飲んで。夜はそう。夜にがっつり食べる。そう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 。天気が良すぎる。そうやばい。今どこ向かってる？私前モフロ、はい、安いもの買ったけどどこ行く？そこのなんかおすすめの古着行くみたいな。あ、どこどこ？スカーフ？あ、そうそうそう、どこ？なんか1500円ぐらい。スカーフ？そう。安っ。もうここのスカジローも大好きなんだよね。そう、ここ。おぉ、スパジロー。へぇ。じゃあね。おう。お店名前が、うん、トップオブザイル。そう、ここで買った。ああ、へえ、よかった。初めて行くかも。本当？本当？いいね。そう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 。アポロ可愛いよ。おお。これやばいね。いいね。これちょっとバイカーみたいな。そうだね。こういう。うん。スタンドカラーで、ね。うんうんうん。デニム。おお。うん。おでもリバイス4500円だっけ？安いね。これこう。うん。15？515。あ、515。515。なんだこれ、めっちゃいい匂いする。ほとほとだ。あ、もうなくなっちゃった。あ、でも、韓国の料理もあるね。なんか最近運動とかやってる？運動してないの。そう、コロナの時は、うんうん、毎日ランニングしてた。あ、本当？でもそれ以降何もしてない。なんかショッピング、どこで一番やってますか？原宿とか。時間あったら？もう渋谷とか。渋谷が多いかな。あ、渋谷。渋谷とか。うん。でも本当に下北よく来てたけど、うん、最近本当に来なくなった。どこで買い物する？いやでも私はね、うん、まあ正直韓国行った時いっぱい買ったり。韓国。そう、韓国が古着もう安いよ。うん、で結構いいものもあるから。日本より安い。いや日本より安いじゃない、古着は。やばいね。ここ。いいね、そう、これディテールがサイズがちょっとちっちゃくない？履けるんじゃないかな。そうね、これもやばい。9だ、ないんだから。何飲む？いつも飲むはゼロ。あー、まあ、そう取るから。タコさん、あ、俺大丈夫。大丈夫、うん、今何やってますか？これからオーディション行くから。あー、なるほどね、キャスティングね。そう、キャスティング行くから。3時ね、3時に3時うん。今日はどんなキャスティング？ファッションショー。ファッションショー。やばい。オーディション。へえー。今25だ。うん、まあ6年ぐらいね。6年ぐらい。6年、7年、うわこれをオーディションの時出す。見てもいい？うわぁ、かっこいい。やっぱりモデル違う。行きますか。はい、お願いします。下北沢いいね、なんか久しぶりに楽しかった。本当に新しと古い感じが一緒あるから。そうそうそう、それがいいね。ね、面白いね、うん。
いいね。なんか今日すごそうだね。ここ撮ったら、うん、すごい。はい、はい、今日は中に来てんのがリラックス。リラックスか、日本のブランドだよね。俺も初めて買ったけど、めっちゃいい。スウェットみたいな感じか。へえ、いいっすね。コートがもう古着で、うん、バッグがジャックムスか。バッグがジャックムスで、いいね。キャップが MS。 お、MS だ。これ、こういう、MS、うん、韓国でも人気、本当に、うん、かわいい、かわいい、いいっすね。1年の半分以上はこれ。そうだよね。かぶりやすい。へー、ペンチやばいね、フィー。綺麗、足長い。靴が、靴がスーパースターですね。なんかリゴンスコラボ感じね、見たい。ああ、確かに、あんま見ない。そう、あんま見ない。そう、確かに。こういう、うん、でも多分アウトレットで、買ったやつ、うん、髪切ったっしょ。あ、こういう前髪を見ましただよね。めっちゃ似合う。似合うわ。髪型すぐ飽きちゃう。わかる。俺もどうしたいかわかんないし。ゆきさんが87で90。ええ、 90? 90はない。90ないか。89ぐらい、2センチぐらいある。やばい。行きましょうか。そう、どこ、今どこ行く。ビムジ、ビムス、ビムスのフューチャーアーカイブ。似てるね、二人なんか。なんかラス、うん、めっちゃかっこいい。持ち運びがね、めっちゃいいね。そう、うん、めっちゃいいね、うん、うわぁ、足長い。ありそう。めっちゃ久しぶりに来る、ケンジ。めっちゃ並んでるわ。どういう意味？コウジロウ？あ、先週？平山コウジロウさんっていう名前だね、面白い。面白い。うん。何のやつ？なんだろうね、これ。なんか代表？サイクリング？国内で。うん、確かに。あるし。確かに。チャリ。サイクリング。ね。面白い。うん。わ、何これ、ケロ？ニディダス。アディダスじゃない。ディ。でもなんか可愛いね、うん、23。すごい、よかったね。1200円だって。へえ。まあ安いしかっこいいかな。そう、高い見える、ね、レイベンっぽい。もしこのエピソードよかったら、うん、いいよ、いいねと、いいねとチャンネル登録お願いします。はい、またよろしくお願いします。最後ね、待って、はい、またよろしくお願いします、またね。